松江市内各所に設置されている当時の被害を示す表示の一つ。JR 松江木南口付近。上は昭和47年7月豪雨の表示。平成18年7月豪雨とは2006年7月15日から7月24日にかけて南九州や北陸地方、長野県、山陰地方などを襲った梅雨前線に伴う記録的な豪雨。 およびそれによる被害である。7月15日から24日にかけて、活動が活発化した、梅雨前線が本州から九州にかけて停滞し、九州、山陰、北陸、長野県などで記録的な大雨となった。このうち15日から18日、23日頃にかけては、山陰、北陸、長野県、19日から23日頃にかけては、九州が、 雨の中心となった。今回の豪雨の大きな原因としては、編成風が蛇行したこと、日本の南の太平洋高気圧の勢力が強かったことが挙げられている。編成風が15日から約10日間にわたって蛇行していたため、本州から九州付近にあった梅雨前線の北側に寒気が流れ込みやすくなっていたことに加え、梅雨前線を南下させて長期間停滞させていた。 また、フィリピンの東海上での大流が活発化したことなどが原因で、日本の南の海上にあった太平洋高気圧の勢力が平年よりも強かったため、南から暖かく湿った空気が流れ込みやすくなっていた。停滞する梅雨前線付近では、いずれも強い寒気と湿った暖気の衝突によって雨雲が発達し、その下で雨も強まった。 15日から18日頃は中国南部を進んだ台風4号の影響で太平洋高気圧からの湿った暖気の流れ込みが強くなり山陰や北陸、長野県の広範囲で雨が長く続いた。19日から23日には梅雨前線が南下して九州中部付近に停滞したため九州で局地的な豪雨となった。偏西風の蛇行は7月中旬前半に 中央アジアの低温、7月中旬に中国中央部の高温、7月中旬後半から下旬前半に日本、韓国の豪雨、7月下旬にアメリカ西部の高温と各地で異常気象をもたらした。九州南部の梅雨の期間は平年より3割以上、長かった消防庁のまとめによると豪雨による死者は26人、行方不明者は1人となった。 長尾渡るダムと高瀬ダム、西川上流にある長尾渡るダム、水戸のダム、稲子木ダム及び支流高瀬川の高瀬ダム、七層ダムは東京電力の発電用ダムであり、洪水調節は目的としていない。したがって、治水に対する責務は有していないが多目的ダムが少なく、かつ、洪水量の多い西川流域においては、こうした発電専用ダムも、 治水対策として、発電に使用する有効貯水容量を差し引いた、総貯水容量の中から空き容量を使い、集中豪雨や台風の際には洪水を貯水することで、事実上洪水調節を行っている。平成18年7月豪雨では特に、長野県で被害が大きかったが、被害の集中した天竜川流域に比べ品野川、西川流域では、被害は少なかった。 特に西側では危険水位に到達するほどの洪水となったものの堤防からの洪水越し流は起きなかった。これは洪水調節機能を持つ大町ダムだけでなく、前述の5ダムが空き容量を使って洪水を貯水し、下流への放流を極力抑えたことによる。通常発電専用ダムは流入した洪水をそのまま、 放流するが、高瀬ダムや長尾渡るダムでは、こうした方法を用いて、大町ダムと連携し洪水を抑え、下流の水害を防止したのである。こうした、利水専用ダム、すなわち、止水目的のないダムにおける、水害時における対応は、河川法第44条から第51条に規定されており、利水ダムを設置するものは、河川の充禅の機能を維持するために必要な施設を、 儲け、またはこれに代わる措置を取ると定められている。また、河川法施行令、第23条において、具体的なダムの種類が挙げられているが、高瀬ダムはその種類に該当するダムであるため、河川法の規定に基づき蒸気のような操作を、洪水地に実施している。長野県では、岡谷市を中心とした諏訪地方全体で、死者、行方不明者11名、 床上浸水1043棟を出す被害となった。当時の長野県知事は、脱ダム宣言を掲げた田中康夫であり、森林整備を中心とした災害対策に重点を置き、土砂災害を直接的に抑止する砂防園庭や地産ダム等の予算を大幅に削減していたこと、また、1ヶ月後に知事選に出馬した村井一氏の災害対策を怠った結果であり、 県の今しめとの発言もあったことから、災害自体が田中康夫批判の材料の一つとなった。結果的に田中康夫は知事選で敗北を喫した。ありがとうございます。